広島城北後半2回のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-21、広島城北相手陣24ヤードからフォースダウン9、試合時間残り2分13秒、プレーを選択します。ギャンブル、パス不成功。クォーターバック15番エンドゾーンへのパスでしたが、このパスはカットされ、パス不成功です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。